ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回はガンバ新監督を予想しようのコーナー。はい、はい、本日5月16日日曜日ですね。ガンバ大阪 VS 浦和レッズ戦があったんですけれども、本来ならレビューを撮影する流れなんですが、今回は違う切り口で新監督を予想したいと思います。はい。というのもね、松並監督はちょっと暫定監督ということで、ACL までにはちょっと次期監督を決めたいという方向で進んでるみたいなんですよ。なるほど。なのでまあ今日の試合ね、もちろん負けて悔しいんですけど、松並監督がどういうサッカーをするかっていうところよりも、次の監督誰なんやっていうのをね、予想してる方が楽しいかなと思うんで、それでいきましょう。なるほどね。ちょっとまあチーム的にかなり厳しい状況ですが、ここをね、はい、どう誰がどう立て直してくれるのか予想していきましょう。そうですね。で、まあ、監督解任されまして、その後代表の方が挨拶してくださってるんですけど、うん、候補としてこのような特徴というか、キーワードをちょっと言ってまして。うんうんうん。日本人がまず好ましいと。なるほど。はい。で、かつ、この後ガンバ ACL を戦うんですね。うん。ACL 経験者というのがさらに好ましいというようなことを語ってるんですよ。おうおう。うん。そこからね、考えられる監督っていうのをちょっと予想してみようというところなんですけど、うん。まあね、僕の方で、ちょっとネットの記事とか、いろいろ情報収集してるとで、ね、ちょっとまあまあ可能性高いんじゃないかとか、まだ多分全然決まってないと思うんですけど、うん、この可能性あるんじゃないっていう人が何名かいるんでね、ちょっとその監督っていうのをちょっと紹介したいなと思うんですけど。気になりますね。まず1人目、はい、元浦和レッズ大槻組長ですね。おお、これがね、言ってた日本人、それから ACL 経験者で今かつフリー当てはまっちゃうんですよね。なるほどね。はい。どうですか、大槻ガンバ。確かに雰囲気は合ってるかもしれんなただ組長、はい、組長もね、まあイメージね、浦和でどっちかっていうと、まあ結構苦しかったかなっていう印象が強いんで、うん、ただ2019年の ACL で浦和大槻組長で決勝まで行ってるっていうのがあるんですけど、ね、うん、なるほど。はい。まあただこの辺どうなるかっていうところですね、その戦術がっていう面もあるけど、まあただ今ガンバの状況としてね、はい、ではめちゃくちゃ自分なんていうか理想の形を持ってる監督を連れてきたところで浸透する時間もないし、うん、っていう意味ではまあまあ、うん、全然あるかなっていうのもありますね。なるほど、うん、そしてね、もう一人それに当てはまる方が前横浜 FC 監督の下平監督ですね。来たね、これこれがね、また日本人で、かつ今フリーで、2018年の柏レイソルの時代に ACL に一応ね、出場してるんですよ。下平監督。なるほど。はいはいはい。はい。これもだから、今日当てはまるのは当てはまるっていうところであるんじゃねみたいな、ちょっと情報を見つけたんですけど、うんうん、下平ガンバ、どうでしょう。なんかありそうやな。どうなんでしょうね。まあ、横浜 FC、J2 の時から率いて結構な、横浜 FC ってこういうサッカーするみたいな、築き上げたイメージはあるけど。うん、あるし。まあ、今年なんて、ちょっと途中で解任されたけど。うん、レイソルの時って、うん。もうめっちゃ悪くて、最後解任されたけど、うん、結局落ちたんやな、うん。
あ、そうやな、そう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 。ただね、なんていうんかな、そのチームが悪かったのがその監督の責任かどうかって結局わかんないじゃないですか。うんうんうん、まあね、今回のガンバもそうですね。そう、ガンバも一緒で、別にね、うん、常が全部悪いわけじゃないし、うんうん、ただこのチームの状況を変えるってなった時に監督を変えるのが一番手っ取り早いなだけで、うんうん、はい、っていうのを考えると、まあ、下平監督もなんていうかその解任されてるイメージはあるけど確かになんかそのイメージがついちゃってるけど、でも全然、うん、まあ、それでもなやっぱいろいろオファーが来て、うんうんうん、結局 J2 か J1 に上げてるわけやろ、横浜 FC って。まあ、そうやね、そう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 、考えるとね、まあその言ってた実績も当てはまるし、うんうんうん、いいんじゃないですか。まああとはね、ちょっと可能性としては少ないというか、まあ日本人 ACL 経験者っていうところに当てはまりはしないんですけど、あるんじゃないっていう噂がちょっと立ってるのが、まずもともとガンバの U23 の監督してた森下監督が、まあそのままトップに行く、うんうんうん、まあ、もしくはね、今ちょっと鹿島でね監督が変わっちゃったんですけど、ザーゴ監督、はい、あとはもう一名ちょっとなんかガンバのサポーターがあるんじゃないって言ってる方が、もともとレノファ山口を監督してた下田監督っていう方。下田監督、うん、なるほどね。まあ、うん、山口からねガンバ結構それこそ小野瀬選手だったりとか、はいはい、去年までいた高木大輔選手とか取ってたりしてたんですけど、そこのガンバとレノファのつながりみたいなところであるんじゃないみたいなこともちょっとネットの記事では流れてましたね。下田監督ってあるよな、うん、なんかベトナム行ってたっけ。あ、そう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 、なんか多分今年からなベトナムかなんかとか行っとったよ。3試合3連敗で解任されたらしいなかなかシビアな環境で、うん、指導されてて、今 ベトナムにいるのか日本にいるのかそれも分かりませんから。ちょっと戻るけど、そのアンダーの森下監督ってもっと鳥栖の監督やな、はい、あ、そう、ピッカデンティの前の鳥栖の監督やね。そういうことやね、1年間鳥栖を率いてた森下監督、うん、今日スタメンしてた奥野とか黒川とか、あの U23 でやってたメンバーをね一番近くで見てる監督なんで、まあ声は一番最初に なんならかけそうなイメージはあるんやけど、まあ、森下監督今の年だって金監督は元ユースの監督やし、うんうんうん、なのでそのクラブ内でこう昇格というかっていうのが一番考えやすそうですけど、どうなんでしょうね。理想やけどな、結構そのユースもトップも同じようなスタイル選手監督でやっていってっていうのは、下部組織からね一貫してガンバはこういうサッカーなんだっていうのができてるのが一番強いですよね、うん、まあザーゴ監督はやめといた方がいいんちゃうなんかちょっと危なそうやけど、まあそれこそ外国人監督やからこういうサッカーのが 強くありそうなんですけど、それがね、うん、うまくはまらず鹿島でも解任されてるわけなんで、まあちょっとどうなんでしょうかというところですね。まああとはね、まあ、西野監督を戻せみたいな声とかね、タイ代表の監督なんですけど、それは無理やろあとはねワールドワイドなところで見るとランパ常やで、あれ常のノリやでチェルシーレジェンドとして監督でやってきて解任されてるから、はい、いやただチェルシーということでね青い血流れてるんじゃないですか黒入るかな黒といったところで、まあ、可能性が高そうな人から希望の監督やらあるんじゃないっていう監督いろいろ名前出してきましたけど、ガバントスラジオとしてちょっと予想1名決めたいなと思うんですけど、ここまで出た方でどうですか、誰が可能性高そうと。難しいね、まあ、個人的にはなんやかんや言うって森下監督がなるみたいなオチないんかなと思ってんねんけどな。いや俺もそう思うな、うん、がなんか一番、いやでもな、そのトップの監督歴短いよな森下監督多分。うん、まあまあそれでいくとそうやな。下平監督でいいんじゃないでしょうか。おお、そこ行く。
まあ、去年とか特に横浜 FC も魅力的なサッカーをやってたというところで、かつ経験もね豊富なんで、まあまあ誰が来ても応援することは変わんないんで、そうですね、また蘇らせてくれるように応援していきましょう。ぜひ皆さんの予想もコメント欄にください。じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。